俺たちがみんな落ちぶれてダイヤンのグレートチェーンの一部になっちまうんだろうと考えた。俺たちは鎖をかかとに巻きつけられていて、その先には大きな鉄の玉がついてるようだ。奴はフォートフロリックにデファーションモデルとお楽しみだ。ごちゃこのゴミの山で魚の内臓と制御室のスイッチを上に上げて、私を中に入れてくれ。奴は得るな。 随分楽しんだようだが、ものには結構がある。ボタンを押せ。私の敵になるということがどういう意味か十分に理解できるぞ。ヒューズを飛ばしたのか。ブースの中じゃ何も見えないだろう。 ちょっと待ってろ。すぐにそこから出してやるからな。モイラ、聞こえるか。私だ。ここは闇のようだろう。君の友人が顔を上げて君に気づけばいいんだがな。そうしたら君は彼に警告くらいはできる。君に何かできるかもしれないのだが、ただここに立ち尽くし友人が死ぬのを見ていることしかできない。 暗殺者のように潜り込み、泥棒のようにこっそり逃げ出そうとしているようだね。 CIA のスパイではないな。何者だ。君はこのような問題の対処法は知っているか。謎を暴くか排除するかだ。 奴らが捕虜収容所から集めてきたバカな奴らと同じ人種だ。しかし狂ってはいない。あの女なら私に大金を運んでくれる。ライアンの野郎がただの貧乏人に見えるほどの大金をな。あの女に必要なのは、仕事を始めるのに必要な品をいくつか出そうだな。守ってくれる友達かな。
アイルランド野郎が俺に取引を持ちかけてきやがったんだ。俺がフォンテインのことを垂れ込んでここからずらかればいいってな。だけどそいつがフォンテインの手下じゃないって。